福岡県道八十六号久留米畜生線は、福岡県久留米市から畜生市に至る県道である。九州自動車道久留米インターチェンジのすぐ南にある、久留米市追旗先の追旗先一丁目交差点から南進し、畜生島越の徳飛崎北交差点で終点となる。起点の追旗先一丁目交差点では、国道三百二十二号から直進で接続し、高速道入口地下道の本線が、 本道路となる。南西へ進んだ宿り西交差点では、左折方向が東道路として指定されている区間となり、宿り交差点で右折するまで、福岡県道800号湯の原愛川線と重複する。起点から宿り西交差点までは、久留米市の外環状道路として建設された都市計画道路東愛川のせり幹線の一部である。り交差点からは、単独区間として、 再び南西へ進むが、久留米中屯地周辺では敷地を避けるように左折が、続き、中屯地南東の長角支援学校前交差点から、西隣の T 字路までは、福岡県道752号、藤山国部一丁電線と重複する。県道752号と分かれた後は、住宅街の細街路が続き、国道3号付近で、再び福音が広くなる。 国道3号とも若干の重複区間があり、起点から見て、左折で国道3号へ入った後、すぐに二軒茶屋交差点で右折して離れる。国道3号を過ぎた後は自衛隊甲羅台、演習場の中を通過し、演習場を抜けた後の三差路で指導から分岐する方向が本道路となる。さらに南西側では、福岡県道758号藤田日吉町線の 起点を通過するが、ここでも終点側から見ると本道路が右へ分岐する方向になっている。さらに南へ進むと相川交差点の北側で国道209号へ合流する。ここから相川交差点までも若干の重複区間となっており、相川交差点では左折方向が本道路となる。相川交差点から先は国道209号と 国道3号の間を南進する。途中で交差する福岡県道84号水間、常用線は、広川 IC 及び国道3号と接続している。さらに南進し、筑後市内で国道442号に突き当たったところで終点となる。都市計画道路東アイカノブセリカン旋回通に、 伴う2008年10月の区間指定変更により、久留米市及町内の福岡県道151号、浮気白砂の久留米線から、福岡県道7 5 5号諏訪屋線交点まで東道路の急道区間が発生したが、その後認定が解除されている。久留米市東密町県道758号起点付近。ありがとうございます。